りあえずこの、おい、そっちそっち自転車に取り付いとんじゃないんかい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで最後の生まれ変わる自転車、あれをちょっとやっていきたいんだけど、とりあえずどうだ、ちょっと待ってね、クエストギョロじゃなかった、生まれ変わる自転車、これのナビをしましょうか。ナビワン連れてって、頼み事がある人の元に行こう。あ、あの人か、なるほどね、オッケー。ちょっと待って、とりあえずよいしょ、サラダチキン、おー、いいね、サラダチキンさあ行こうぜ、今日こそ自転車お化けを見つけるんだ。うん、やだよ、そんなのよりも家でゲームやろうよ。自転車のお化けなんているわけないじゃん、それに昨日だって見つからなかったじゃんか。おお、自転車お化けね、これは怪奇案件の匂いがするぞ。妖怪探偵団としてこれは見逃せないな。ちょっとあの子たちに話を聞いてみようぜ。多分普通に聞こえてるよ街の中を怪しい自転車お化けが徘徊しているという噂があるらしい。目撃場所は桜木ヒルズが多いようだ。何はともあれこれは怪奇案件だ。早速調査を始めてみよう。へへよし決まりだな。まだ話も聞いてないのに引き受ける君たち、さっき話してた自転車お化けについて教えてくれない？ん？なんだよ兄ちゃん、俺から超絶レアの情報を聞きたいってのか君の掴んだハイパー超絶ウルトラレアの情報を聞きたいんだ。そこまで言うならしょうがねえな。気が合いそうやね。な、この辺りにな、不気味な自転車ボケが出るらしいんだ。自転車が暗い声でブツブツ喋りながら走ってるって。どうせ僕なんてダメな自転車なんだ、とか。神様、仏様、自転車に生まれてごめんなさい、とか。めっちゃ卑屈やね。それはまた随分ネガティブなお化けね。弱気そうなお化けだから怖くないだろ。よし、今日こそ見つけるぞ。なんでそんなにお化けが見たいんだよ。ちょっと待ってよ、置いてくなよ。怖いならついていかなきゃいいじゃない。行っちゃった。どうする、秋のり。あの子たち追いかける？やばいな。俺たちも現場に向かおう。放っておくとかなり危険だ。ん？危険？弱そうだから大丈夫とか言ったけど。ネガティブって怨念が強いってことだからな。不用意に接触したら何が起こるかわからないぞ。そうね。ああ、確かに。なら急ぎましょう。早くあの子たちを追いかない、追いかけないと。追い抜いたらいいか。よし、ナビワン、ついていくぜ。どこどこ？自転車お化けの目撃現場。あの男の子たちがそこにはおるってことよね。ん？ここ通ってくの？通る必要なかったことない今。ん？あ、ここかと思った。違うんかーい。あ、ここ？近かったね、結構。自転車お化け見つからねえな。おーい、ビビってんじゃねえぞ。ビビってんじゃなくて、最初からいないんじゃないの？いや、少年、自転車お化けは見つかったかい？はぁ、それがまだなんだよね。ビビってんのか全然出てこねえんだ。ほほう、苦戦してるみたいな。そんな君にハイパー超絶ウルトラレアの情報を特別に教えてあげよう。なんと不気味な自転車お化けは大木公園にも出たらしい。うわっ、そっちで出たのかよ。こうしていらんねえ。行くぞ。あ、追い払うための嘘ですね。あー、もうちょっと待ってよ。大変だな。またそんな適当な嘘ついて、あの子たちに恨まれても知らないよ。まあ危険だから。でもさ、あの二人を危険な目に遭わせるわけにはいかないからね。もし本当に怨霊がいたら大変だ。彼らには悪いけど、俺たちで解決しよう。自転車お化けが本当にいるなら、容器の跡がこの辺に残っているはずだ。痕跡を探してみよう。きっと見つかるはずだ。容器の跡。あからさますぎ。あ、これ私が言いよったやつやん。ねえ。結構前にさ、何これみたいなのめっちゃ言いよったよね。なるほど。ここで関係してくるわけですね。ほうほう。え、これは何？調べればいいだけ？もしかして。妖怪ウォッチ関係なく。あ、タイヤの跡がある。まさか容器ってこれ？
かなり強く地面に焼き付いている。このタイヤの跡、普通じゃないね。うん、容器を帯びてるな。自転車ばきは絶対にこの辺りにいる。よし！この調子でガンガンタイヤの跡を探していこう。まだあるの？そうね。じゃあどんどん見つけちゃいましょうか。この一箇所しか私は知らないな。こっちにもあるのか？あった。これだね。あ、見つけた。ここにもタイヤの跡。なるほど。このチャリか？え、向こう？近づいてるのかもしれないな、自転車お化けに。どっち？お、この自転車、すごく強い容器を感じるぞ。きっとこの近くにいるはずだ。自転車お化けか。やっぱりこの自転車に関係があるのかな。さあ、それはまだわからないけど。そういえば、自転車お化け探しててふと思ったんだけどさ。二人とも自転車持ってないよな。今時珍しくないか？僕は親戚の子にあげちゃったかな。小さくなっちゃったしね。私もそんな感じ。そういう秋のりはどうしたのよ。俺は前から持ってるのを大切に使ってるぜ。ただおばばに貸しちゃってるんだよな、今。仲いいのね。あのさ、というか秋のり、それよりもまずは自転車お化けのことが先じゃないか。そうね。近くにいるんだったらサーチしないと。そうだった。よし、早速サーチしてみよう。なんか閉まらないな。とりあえずこの自転車。おい、そっちそっち、自転車に取り付いたんじゃないんかい。チャーリーを見つけた。チャリだから。チャーリー。え？なんなんですか、あなたたちは。このちっぽけで役立たずな自転車妖怪に何のご用です？ああ、どうせ僕はダメ自転車なんです。またフレームも歪んじゃいましたしね。どうした？俺たちは怪しいものじゃないんだ。ちょっと君に話を聞きたいんだけど。いやいや、声とか聞こえとんやね、ちゃんと。妖怪ウォッチを持ってないだけ？あれか？なんか、多分神社の息子とかそういう感じってことかな、格好的に。やけん、霊感はあるけど、妖怪ウォッチは持ってないみたいな感じか。じゃないとまあさすがに仕事できんか。嘘言わないでください。僕に話しかける価値なんてないはずだ。だいたいあなたたち人間はですね。どうしたどうした、なにどうしたの、もしかして黒い矢で撃たれた？今何か黒いものが自転車お化けに。なんでこいつに撃ったの？うわぁ、そうだ、人間なんてもう信じない。俺が全員引っ殺してやる。怖いよ怖いよ。この辺が妖怪ウォッチを持っとる人間やけん、襲わせたってことか。ゴーストサイクル。チャーリーじゃなくなった。よっしゃ、行くぜー。行くよ。バトルスタートー。待って、コーンを。陽気なぎなた。あれどこ行った？あ、おったおったおった。火はあまり効かない。なるほどね。なにそれなにそれ、灼熱猫だ。え、灼熱猫だ。なんて言うか自分でよくわからんかった。よし、なんとか勝ったぞ。ああ、それにしても飛んできたあの黒いものは何だったんだろう。これで無事に元通り。まだやるのか。つっても弱そうな姿に戻っちゃったけど。いやいや、すみません、皆さんを傷つけるようなことをしてしまって。いくら人間が憎いと言っても、ここまでするつもりはなかったんです。何か急にどす黒い嫌な気持ちが大きくなって、気がついたらあんなことに。そんなに落ち込まなくても大丈夫よ。なんだかんだでみんな大きな怪我はなかったしね。ん？そういえばあなたは。はい。うん、申し遅れました。僕、名前をチャーリーと言います。チャーリーはなんで人間を恨んでるの？よかったら聞かせてくれない？実は僕、この自転車たちの怨念が集まって生まれた妖怪なんです。乗り捨てられたってこと？自転車の怨念？はい。
この自転車たちには強い誇りと願いがありました。人間のため働きたい。人間たちにもっと遠く、広い世界を見せてあげたい。ですがその願いは裏切られ、人間たちは彼らをこんな場所に打ち捨てたのです。確かに彼らは万全ではありません。ブレーキがずれたり、サドルが破けたり。まあその程度なら直せば使えそうな気も。なった!そうなんですよ。まさしくその通りなんです。おう。この程度なら直せば全然使えるんです。なのに、身勝手な人間たちは彼らを置き去りに。人間たちの横暴を思い出すと、またどす黒い気持ちがもやもやと。このものじゃまた暴走しそう。なんとかしてあげられないかな。確かに修理すればこいつも満足するかもしれない。でも俺たち自転車に修理なんてできないし。そうだ、いいこと思いついた。いけそう。チャーリー、私たちに任せて。ちょっとこの放置自転車借りるからね。え?何するの?捨てられた赤い自転車を手に入れた。捨てられた黒い自転車を手に入れた。なんか、あれやね。あそこにあるやつよりもちょっと汚く見えるけど。あきのり、トーマ、ここの自転車を運ぶの手伝って。あ、持ってないけん。この二人が乗るようにするってこと?運ぶって一体どこに?どこって、それはね。私の家よ。修理するの?お父さんができるとか。夏目の家に行こう。お家まで案内してくださいまし。あ、ワンコワンコ。なんでそういう狭いところを通るの?ここね、オッケー。お父さん、やっぱりか。お父さん?ちょっといいかな?どうしたんだ?夏目。うん?お願い、お父さんの力を貸してほしいの。なるほど。カクカクシカジカで自転車を2台修理したいと。うん。分かったよ。僕で良ければ力になろう。自転車修理ならお安いご用さ。ちょうどこの間もケイスケの自転車を直したからね。なんか大人になったらすごく優秀なのね。やった、お父さんありがとう。頼りになる。まったく、こういう時ばっかり調子がいいんだな。自転車は家の前にあるんだったね。すぐに取り掛かろう。お願い。だいぶボロボロやったけど大丈夫かな。すげえ、夏目のお父さん、あっという間にブレーキ直しちゃったよ。普通に早かったよね。さすが夏目のお父さんだ。でしょでしょ、うちのお父さん普通にすごいんだから。小学生の頃はあんなにダメなのに。そんなに普通普通言わないでくれよ。実は結構気にしてるんだ。まあそんなことよりさ、トーマくんとアキノリくん、夏目と仲良くしてくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ。そんな滅相もないですよ。友達として当然のことをしているだけです。はい。そうですね。大切な友達ですから。友達。そうだ。大切なものだな。ん?お父さん?おっと。なんでもないよ。さあ、どんどんやっていこう。自転車屋さんになれるんじゃない?おー、綺麗!ひとまず一台目は終了。そろそろ一旦休憩にしようか。夏目、お金あげるからアイス買ってきてくれないか?うん、わかった。どのアイスがいいの?いろんな味があった方がどれにしようか選べて嬉しいよな。それぞれ違うやつを一個ずつ頼むよ。全部ヨロスマートで買えるはずだ。夏目のお父さんからアイス代に1000円をもらった。ああ。これだければ4人分足りるだろ。じゃあ頼んだよ。わかった、行ってくる。とりあえず系統だけ言ってくれたらいいのね。コンビニで買える4種類を1個ずつ。とりあえずヨロスマートは一体どこかしら。頼まれたアイスを持ってこよう。ちょっと待ってね。ヨロズマート、ヨロズマート、もしやこっちではない。でも多分この子お父さんのところに走っていきよるよね。絶対そうだと。ですよね。あ、ヨロズマート、ヨロズマートはどこでしょうか。あ、ごめんなさい。家の目の前で惹かれるところだったわ。ヨロズマート、
ねないんですけど、よろずマート、よろずマート、この車動くの遅くない？めっちゃ遅くない？人と同じぐらいのスピードで走りよりやん。え、よろずマートってそんなに遠かったっけ？絶対そんなことないと思うんやけど。どこだ？この辺になんかいっぱいお店があるけん、この辺の近くとかではモチフワベーカリー。あ、とりあえずあれや、Y ボタンで、ちゃんとマップが出てくるんやね。先に言ってよ。ちょ、コンビニ。マップピン。よいしょー。はい、これで、これで？はい。マップピンの場所に、ガイドをお願いします。さあ、これで行ってくれるでしょう。ナビワンって言って。ふぅ。この辺になんか、あ、コマさんかな。コマさんやね。あ、よろずマートあったあった。ありがとう。よし。いらっしゃいませ。あ、店員さん変わっとる。いらっしゃいませ。なんでもありのよろずマートです。買います。何をお探しですか？とりあえず、アイスが欲しいんですけど、お寿司パックいいな。お、美味しそう。ゴリゴリくん。いくつにしますか？あれ、ゴリゴリくんなんやね。何をお探しですか？いくつにしますか？あ、さっきから変えてなくない？ちょっと待って。ちょ、待って待って待って。はい。ありがとうございます。いくつにしますか？変えてなかった。はい。ありがとうございます。で、ブラックエベレスト。いくつにしますか？はい。ありがとうございます。で、あと1個、ロイヤルジェラート。買わなくても全部持っとる気がするんやけど。ありがとうございます。他にはありますか？いや、大丈夫です。ありがとうございました。さあ、帰るか。ありがとうございました。さあ、これで。お父さんのとこ連れてって、お父さんのとこ、あ、ちょっと待って、とりあえずガイド終わって、こっちのガイドを始めて、はい、ナビワン連れてって、ほうほうほう、そっちね。あ、でもやっぱり結構遠いね、家からコンビニまで。自転車で来た方がいいよ、これは。ほら、結構な距離ある。じゃあ私が迷子になるのもあながちおかしくはないわけだ。買ってきたよ。ん？買ってきてくれたのかい？どれどれ、見せてくれよ。はい。ん？もう、ありがとう夏目。食べたかったんだよな、これ。どれ？ロイヤルジェラートを夏目と父さんに取られてしまった。取られてしまった。一番高級なやつじゃないか。あ、お父さん普通に一番高いの取ってる。こういうのは早い者勝ちさ。大人げない。二人は何がいい？僕は何でもいいよ。トーマくんの方が大人だな。じゃあ私はこれ。夏目はちゃっかりキングオブモナカを選んだ。まあ二番目に安いやつ。なら俺はこれだな。秋のりはしれっとブラックエベレストを選んだ。さっきからなんか、しれっととかちゃっかりとか。じゃあ僕はこれだね。あ、一番安いやつ。美味しいと思うけどね、ゴリゴリくん。食べたら一気に作業終わらせちゃおう。日が暮れる前にね。おー。よし、完成だ。これでしっかり走れるはずだよ。おー！すっげー、本当に直しちゃったよ。普通に終わらせちゃったね。やっぱり自転車屋さんなんて儲けるべきよ。でしょでしょ？私のお父さん普通にすごいんだから。ああ。
じゃあ僕は部屋に戻るよ。もしまた何かあったら呼んでくれよ。ちゃんと子供に頼られるお父さんになってるんだね、ケイタ君。ありがとうお父さん。どういたしまして。なんかすごいしみじみとするわ。チャーリー、もう出てきても大丈夫よ。なんと！ありがとうございます。まさかこんなにピカピカに修理してもらえる日が来るなんて。差し出がましいようですが、あなたたちは自転車を持っていないご様子。もしよければなんですが、この自転車を使ってやってはくださいませんか？いいの？それはすごくありがたいな。はい。ぜひとも、使われてこその自転車ですから。ただ、2台しかありませんので、お一人様は暴れてしまいますが。へへ。はあ、俺は持ってるから大丈夫だよ。今はおばばに貸してるんだ。こう見えても、初めて買ってもらったのを大切に使ってるんだね。それは素晴らしいです。ありがとうございます。ぜひともこれからも大切にしてあげてくださいね。おしゃれな自転車を手に入れた。おお、おしゃれなに変わった。シックな自転車を手に入れた。シックな自転車がいいな、私。いやはや、まさかこんな日が来るなんて。ほんと、ほんとに感無量ですよ。これ、私のアークです。ぜひとももらってください。チャーリーが友達妖怪になった。あれがアークっていうんやね。なるほど。チャーリーはメインメンバーに入った。なるほど。コンの場合は、まあ、なんか、その種族の、まあ、名前付きのやつが手に入って、アークの場合は、今までみたいに妖怪メダルみたいな感じで、そのまま妖怪が手に入るわけやね。人間もひどい人ばかりじゃない。あなたたちのような人の力に、ぜひなりたいんです。アークありがとう。よろしくね、チャーリー。はい。よし！これで自転車ボケの事件も解決したな。そういえば、もともとはそんな事件だったわね。そうだね。何にせよ、夏目のお父さんのおかげだよ。本当にすごいよ。でしょでしょ？私のお父さん、普通のお父さんだけど、自慢のお父さんなんだから。生まれ変わる自転車、バッチリ解決。これで3つとも解決した。いいね。トーマもレベルアップしていきようや。申し訳ありません、ハリア様。今日も姫に関する手がかりは見つからず。おい。何の成果もあげず、のこのこと戻ってきたのか。はぁ。やれやれ、その言葉聞き飽きたよ。お前にはがっかりだな、フクロウ。申し訳ございません。実は途中で妙な人間に妨害を受けまして。ん？妙な人間だと。はい、妖怪を召喚し、共に戦う連中でございます。ふーん。天の夏目か。意外に目障りだな。はい。人間風情が妖怪を操るとは、油断はできませんな。早いところ始末しておくか。怖い、全然、恋愛じゃない。ハリア様、でしたらどうか私めにチャンスをください。そうだな。姫探しは無理でも、人間を消すくらいならできるか。大丈夫？この人なんかめっちゃ、死亡フラグが立ち寄るけど。これで失敗して消される未来が見えるけど大丈夫か。ハリア様、今のは？なーに、ちょっとした用事と使えるようにしてやったのさ。けど、次しくじったら消えるのはお前だ。それくらいの格好はしておけよ。消えるね。消えるね。いやー、こんなにスピーディーに解決できるとはね。妖怪探偵団向かうところできましたな。へーね。まあ、アキノリ君は戦ってませんけどね。おいおい、ウィスパーだってバトルの時は後ろでホニョホニョしてるだけだろ。ホニョホニョ。皆さんの応援とかアドバイスとかいろいろやってるんですよね。でもさ、あの妖怪たちちょっと気になることを言ってたよね。うん。事件を起こす前にひどくムカついたとか、どす黒い気持ちになったとかって。うん。全員から同じような証言が出るなんて、偶然としては出来すぎな話やん。言われてみればそうかもな。二人似とるね、なんか。まずいな。気をつけた方がいいかもしれない。今回の事件がもし全部繋がってるとしたら。もう何？お？悲鳴だ。あっちで何か起きたんだ。もしかしてまた妖怪が出たの？よし。とにかく行ってみよう。
頼み事クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。またキークエスト？新たな怪奇案件を調査しよう。丸見えハートに気をつけて。何それ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てことで、なんか一個解決していくたんびに裏でいろいろと暗躍したりとか、なんかストーリーが進んでいきよるっぽいね。どう後々絡んでくるんかが恐ろしい。